ナンバーアンダーラインアイのボン n 史上最速3000万回再生の裏に隠された秘密とは驚異の成長を遂げるナンバーアンダーライン i アイ新曲ボンで一躍トップにその成功の要因を探るナンバーアンダーライン i アイという名前が日本の音楽シーンで瞬く間に注目を集める存在になったのはその圧倒的なパフォーマンスと音楽的才能によるものだ彼らの最新ミュージックビデオボンは 公開されてからわずか1ヶ月足らずで3000万回再生を達成し、この驚異的な数字はファンのみならず業界全体を驚かせた。このマイルストーンは、彼らがただの一時的な現象ではなく、真の実力を持つアーティストであることを証明している。ボンのミュージックビデオがなぜこれほどの成功を収めたのか。その理由は単に楽曲の魅力だけではない。ビジュアル面でも高度に洗練され、 視覚的にに訴える力が非常に強い。ビデオの中で n o ーアンダーラインアイのメンバーたちはヒップホップにインスパイアされた衣装に身を包み黒い帽子をかぶりシンプルでありながらスタイリッシュなスタジオセットアップの中でパフォーマンスを繰り広げるこの一見シンプルな設定が彼らのダンスの動きをより際立たせファンの視線を釘付け気にする特に注目すべきは彼らのダンスパフォーマンスだ 各メンバーの個性とスキルが最大限に発揮されキレのあるパワフルなダンスは見るものを圧倒するファンは彼らのカリスマ性あふれる表現力に大興奮しその声はインターネットを通じて瞬く間に広がったスタイリッシュな演出も相まってファンからは「このスタイルを維持してほしい」といった要望が寄せられているダンスパフォーマンスビデオの公開を前にファンの期待はますます高まっている 6月7日午後9時に公開される予定のダンスパフォーマンスビデオもすでに大きな話題となっているこのビデオではメンバーたちが一層印象的なダンスの動きを披露し彼らのダンススキルが一層際立つ構成となっているファンからの熱狂的なコメントや好意的な反応は彼らの努力と才能がいかに評価されているかを如実に物語っている n o ア i の成功は 彼らが常に進化し続けるアーティストであることを証明しているデビューから半年も経たないうちに彼らは日本の音楽シーンにおいて確固たる地位を築き上げてきた YouTube のウィークリーランキングでも5月24日から5月30日の間にオーガニック再生回数が約634万回に達するなどその人気はますます高まっているこの勢いは彼らが持つ潜在的な可能性のほんの一部に過ぎない この成功の背後には、メンバー一人一人の努力とチーム全体の結束力がある。彼らは常に120%の力を出し切り、ファンに最高のパフォーマンスを届けることを目指している。その努力が実を結び、ファンからの支持という形で帰ってきているのだ。特に岸さんの健康と充実した生活が伝わってくる姿は、ファンにとっても大きな励みとなっている。しかし、 成功には常に挑戦が伴う。例えば、ラジオのランキングに一曲も入っていないことや、リクエストをしても流れないという現象は、彼らが直面する一つの壁である。この状況を打破するためには、さらにプロモーション活動に力を入れ、より多くの人々に彼らの音楽を届ける必要がある。ファンもまた、その一翼を担い、積極的に彼らをサポートすることが求められる。また、 ファンクラブ入会特典がまだ届いていないといった問題も解決すべき課題である。こうした細かな問題に対しても真摯に向き合い、ファンの期待に応えることが重要だ。ファンからの愛情と支持が、彼らの成功を支える大きな力となっていることは間違いない。ボンの成功は、彼らがただの一時的なブームではなく、長期的に活躍できる実力を持つアーティストであることを証明している。 彼らの音楽とパフォーマンスは、今後も多くの人々に感動と喜びを与え続けるだろう。次なる挑戦として、ダンスパフォーマンスビデオの公開が待ち遠しい。彼らの未来を想像することは非常に興味深いことです。n o ア i のこれまでの成功を振り返ると、その背後には計り知れない努力と戦略が隠されていることがわかります。では、 これから彼らがどのようにしてさらなる高みを目指すのか、その戦略を考えてみましょう。まず、国内外の市場に向けたさらなるプロモーション活動が重要です。日本国内での成功はもちろん素晴らしいですが、グローバルな視点で見たとき、彼らの音楽とパフォーマンスは世界中のファンに訴えかける力を持っています。国際的な音楽フェスティバルへの参加や、 他の国々でのライブツアーを積極的に計画することで、より多くの人々にナンバーアンダーラインアイの魅力を知ってもらうことができるでしょう。次に、ソーシャルメディアの活用も欠かせません。YouTube や Instagram、Twitter などのプラットフォームを通じて、彼らの日常生活や舞台裏の様子を共有することで、ファンとの距離を縮めることができます。ファンはアーティストの人間らしさに触れることで、 より深い共感を得るることができるのできのす特にライブ配信やインタラクティブなコンテンツはファンとの双方向のコミュニケーションを促進し強固なファンベースを築く助けとなりますまたコラボレーションも一つの鍵です他のアーティストやクリエイターとのコラボレーションは新たなファン層を獲得する絶好の機会です異なるジャンルや国のアーティストと協力することで 彼らの音楽に新しい要素をを取りり入れ、より多様な魅力を提供すす。ることができます例えば海外の人気アーティストとのコラボレーションは国際的な注目を集める良い手段となりますさらに彼ら自身のブランドを強化することも重要です音楽だけでなくファッションやライフスタイルに関するプロジェクトを展開することで彼らのブランド価値を高めることができます 独自のファッションラインを立ち上げたりライフスタイル関連の商品をプロデュースすることでファンが彼らの世界観をより深く体験できるようにすることができます教育活動やチャリティ活動にも力を入れることで社会的な影響力を持つことができます音楽を通じて社会問題に取り組んだり慈善活動に参加することで彼らの人間性や価値観をファンに伝えることができます これはファンにとっても大きな共感ポイントとなり、より深い絆を築くことができるでしょう。技術の進化も見逃せません。VR、仮想現実、や AR、拡張現実を活用した新しいエンターテインメント体験を提供することで、ファンにこれまでにない驚きと興奮をもたらすことができます。例えば、VR コンサートや AR を利用したインタラクティブなミュージックビデオは、 ファンにとって非常に魅力的なコンテンツとなるでしょう。ナンバーアンダーラインアイの未来は無限の可能性に満ちています。彼らがどのようにしてこの可能性を最大限に引き出し、新たなチャレンジに挑むのか、その過程を見ることは非常に楽しみです。彼らの音楽とパフォーマンスが、これからも多くの人々に感動を与え続けることを願ってやみません。最終的に、 ナンバーアンダーラインアイの成功は彼ら自身の努力と才能そしてファンの熱い支持によるものだこの奇跡的な成功は今後も続くであろう彼らの輝かしい未来を示唆しているそして彼らの音楽がこれからどのように進化し新たな地平を切り開いていくのかその過程を見守ることはファンにとって大きな楽しみであるナンバーアンダーラインアイの物語はまだ始まったばかりだ 彼らがどのようにして日本の音楽シーンをリードしさらに大きな成功を収めるのかその未来には無限の可能性が広がっている次なるステップで彼らが見せてくれる新たな驚きと感動に期待は高まるばかりだファンとしてそして音楽愛好者としてこれからのナンバーアンダーライン愛の活躍を心から楽しみにしている